ともあれこれで依頼は達成であるな。ええ、本当に助かったわ。銃はこれで足りるかしら。まあ奪ってきた宝物の方がはるかに高額みたいだけど。アイド、ねえアーク、あなたはこれからどうするの？いや特に決めてはおらぬ。もしよかったら私と一緒にエルフの里に来ない？エルフの里？ここ以外にもまだ捕まっている仲間は多い。あなたの力今後も貸してもらいたいわ。エルフの里、なんとファンタジーな響きか。行きたい、すっごく行ってみたいが。だが簡単によそ者が入って良い場所の他に長老に会って、やはり偉い者との面会が必要。私が最も信頼する人物を紹介するわ。あ、我はこの鎧を脱ぐことはできぬのだ。長老の面会にはさすがに顔だけでも出してもらわないと。理由があるの？兜を脱げばアリアン殿は我に剣を向けることになるやもしれぬ。私が絶対に剣を向けないと誓えばあなたは顔を見せてくれる？はじめは手助け程度にとの旅か。その姿は一体？この地に投げ出されていたのだ。理解はできないだろうしな。ふーん、アンデッドなら死の汚れをまとっているはずだし、治癒術も呪いを浄化する光の力も使えないはず。だわ、私たちの仲間を助けるためにその力を尽くしてくれたわ。だからあなたのその身の秘密について、お姿が呪いによるものなら何か知恵を貸してくれるかも。ならそれほど嬉しいことはない。決まりね。ん？改めて名乗るわ。私はアリアン・グレニス・メープル、カナダ大森林メープルの戦士。我が名はアーク。呪いを解くために旅をしている。キュッ。そちらの厄介になろう。まさか自分の脳内性のものになるとはな。まだ夜は明けることなく、見通しは月の光だけという。